はい、お待たせしました。それでは、影響タイムをスタートボタンを押して始めてください。どうぞ。え、わかりました。はい、今日何日だっけ。2月の2日、あ、20日ん5日か、ごめん。節分が終わりね、平日の火曜アークレボもあります。盛り上がってると思います。というより盛り上がってます。まずは、影響隊ですね。 1P 側にジョニオジョニー、ガクロボのチーム、先方、サトゥジョニー、対する 2P 側、安倍シークリフ、岸本ディズニーのチーム、先方安倍シークリフ。ごめん、今あのトーナメント表見ていっちゃったからさ。ドットのジョニーがうんちょ決めてる。ジャンプハイスラ、ジャンハイだよねあれね。ジャンプエースかな、どっちだったかな、忘れちゃった。さあ調整変わって若干の弱体化はしたものの、まだまだ元気なじいちゃん、そろそろ隠居の時期なんじゃねえの。 2K 沿線が赤、立ち毛が届かない。悠々と歩いて下段ぶっ放したけど、裏回ってたためキラ状態になってる。足払いから KKA 下段2敗じゃねえ、 2S の引き剥がしから B 方向 K 透かし投げ、ダストバスト空投げして、まあマジか、鱗は潰せる運長。 6KAD 沿線がで殺しきる、一本取り返す。サートゥジョニー最初ラウンド、S、はい、ジョジョブラバックステイ、暴れ読んでいて、テイクダッシュが簡単。 S 方向からもう一回テイダの K 透かし投げ、地獄 FB 地獄ツッコミから6敗最大ための剥がしていいダメージ、コインも捨てて切り返せるかこの状況。下段飛んで立ち牌のすっげえ持続が当たって、残り1割あるかないかのジョニーがウロコ剥がしでまだ生きる。あそこで当たってもバーストが使いづらいという。金馬は空中ガード、そして中央に逃げるクリフ、ジャンハイ 6K に対して足払い暴れ、勝ったのは安倍シークリフ。ガクさんが対戦する前から負けリーグ頑張りましょうって、弱気。さて対処戦、ガクロボ対岸本ディズニー。隣ではアンジの同キャラムサクルシ、ジャンプに S ガード、はい、まずは開幕体力リードしているのはディズニー、 D 魚飛んでかわして FD 張ってなかった。イーポン選手、岸本ディズニー 6P 当たらない、裏になってねえか。リレー置き上がりから他者暴れ、ビットが当たる、遠距離戦、硬直に木の実が当たるが中央、そして逆の端に逃げるディズニー、レベル3ミス、クーミサから泡の破裂、自動破裂かな今のは、立ち回ディレイ起き上がり、6回は届かない。B 兄弟どちら勝ちましたか。こちら明石大さんのチームで、何試合ですか、何試合でしょうか。あ、書いた。あ、ごめん、ありがとう。じゃあ次ゼロ回戦いくよ。はい、B 兄弟ケンちゃんディズニー、アクセルアクセルのチーム、対するはコマチップロイソルのチーム、 B 兄弟でお願いします。はい、ケンちゃんさん手を挙げてください。はい、こちらいますね。あとアクセルさん、アクセルさん、
ヤクセルさん、はい、あ、今そこで、のじ合いしてる方ですね。ヤクセルさんになります。対するはコマさん、コマさんとロイさん、あ、隣にいますね。じゃあすいません、ケンちゃんさん、先にコマさんとじゃんけんして 1P か 2P か決めていただければと思います。じゃあロイさんのチームが 1P 側で、ケンちゃんさんとヤクセルさんのチーム 2P 側になります。はい、ヤクセルさんとケンちゃんさん大丈夫ですね。じゃあ先方決まりましたら B 筐体もスタートボタンを押して始めてください。歩き投げ、ディズイの投げ前が広い、ビットが当たって徐々に流れを取り戻してきているか、体力が並ぶ、ジャンプに S 直下でしのいで裏に回って泡の自動破裂をダッシュで抜けてレベル3から 2S で浮いて勝ったのはガクロボ。すげえマジレス飛んできた。確かにそうなんだけどさ。さあ、決定戦始めてください。 1P 側ガクロボ、 2P 側アレシークリフ。ロボクリフ、コマ投げは飛ぶ、 6P 体育、まずは落としてダウンを1でゲージを回収、馬で突っ込んで相打ち、ターンはロボ、画面端ハイジャンプで逃げて、馬馬馬馬馬しかしてねえぞ。まずは中央、顔が真っ赤、リーチの長い牽制でなんとか流れを取っていきたい。足バレーから B 方向、遠距離戦、空ミスはばらまいて、まずは排熱からダメダメは確定しない。獅子落として中断だっけ、衝撃波は上段だったはずだけど忘れた、後でむっくみましょう。はい、一本選手はガクロボ、ジャンペース、空対空のジャンペース、足払い、さあレベルは下がったとはいえやっぱり速くて長いクリフの足払い、ファーストでしのぐ、直がミサイル、ミサイル、ターンはロボ、 6P はガード、馬から S ハイまで、中央に逃げる、2敗に対して差し込んでリフレックスロアから青でレベル3の2敗ですね。テーポードンが降ってきました。アルキゲダンは飛んで体力はクリフ有利、相打ち勝ってるのはクリフ。最終ラウンド、駒投げはマイガイ、 KKS、固めが続く、獅子落とし、 K からもう一回 KS ハイ、獅子落としで落としてバックステ、バックステ出し系、なんとかラインを上げていきたいロボ、残り体力をワンコンボで消し去りたい、バーストやっちゃった、前投げ剥がして青して画面端までつながっている、そして挑発置き攻め、 K すかし投げ、強いバースト、ゲージもほぼ同等、ジャンペース、体力リードは若干クリフ、ミサイルミサイル、もう近づかねえよと言わんばかりのエース方向、
勝ったのはアベシグリフ。3試合っすね。次最後のゼロ回戦いきます。脇会長スレイヤースケスレイヤーのチーム、対するはラークメイ、剣崎誠スレイヤーのチーム。脇会長、新しいプリキュア？ああ。わしは現役ジャイ、剣崎カズマじゃねえ、だって誠カズマってなんだ。学さんなのに、